ラミで、これミノサンド、でこれハラミのスパー、いっぱいあるからね。ちょっとまあこれで。あんま。どうもなとこです。今回吉祥寺に来ました。今回紹介するお店がこちら。でここめちゃくちゃもう今話題になってて、5000円で食べ飲み放題なんですけど、ちょっと5000円ってかまず税込みなのよね。でも焼肉が食べれるんやけど、その肉がまあめちゃくちゃ美味しいと。かつ飲み放題のお酒の種類も、えマジこれ5000円ピッタでいいのっていうような品揃えがすごい豊富で、めっちゃ話題になってる飲食店さんなんよ。でもここのオーナーさんはその予約困難のお店とか、まあ、他にもいろんなプロデュースされてて、でまあその人が立ち上げたっていうところの一つなんやけども、どのレビュー見てもすごい絶賛やったんですごい気になってて、今回今日はここに来ましたっていうことでね、今日はもう飯テロ会になると思うんですけど、早速紹介していこうと思います。行ってきます。ということでね、まあこういう感じになってて、もうあのカウンター席のみになってるんやけど、もうほんまここ人気なので、まあどれだけここからすごいかっていうのを表してるかっていうと、まああっち見てほしいんやけど、結構もうね数え切れへんぐらい、まあ、割といろんな人が有名なところとかで、めちゃくちゃ来てるっていう、どこ見てもサインだらけっていうこの、ホルモン酒場焼酎屋和さん、今はもう名物になってるのはこれで、食べ飲み放題5000円なんやけども、まあ、これ全部食べ放題なのよ。で、一応ルールとしてはお肉を一通り出してから、そこからまああの食べたいもらえば注文するっていう感じになってて、ドリンクが、まあ、通常やったら、1個500円するんやけど、まあ、とりあえずここから全部好きなの飲めるのもそうやし、あのカウンターにめっちゃバーっていろいろ並んでると思うんやけど、まあ、あれも全部飲み放題、どれを言っても OK らしい。すごいよね。ということで、まあちょっと先にちょっと飲みたいと思います。けどこっちばっか見てたけど、こっちのためにもいっぱい書いてあるんで、一発目、白州のハイボールにしました。はい、乾杯。しみ渡るぜ。いやここね、ほんまにもってめっちゃ話題になったから、俺もずっと来たかったね。オーナーさんに直接連絡したら、あ、いいですよって言ってくれて、マジで嬉しい。撮影許可で、まあ、とりあえずってことで、まあお肉一旦一通り出すっていうことだから、まあちょっと待ちたいと思います。とりあえずまず一発目こちら、これがハラミ でこれハツ、小腸と大腸やって、大きいね、一個、まあちょっと食べようか。大きい。俺ハラミ大好きやからさ、めっちゃいい感じ焼けた。見てこのハラミのすごい伝わる。ここは多分味がついてないと思うけど、そのままこれつけて食べるっぽい。いただきます。まっこ、うまっ。めちゃくちゃ柔らかい。で、うまっ。あ、うまいわ。結構肉厚やから、すごいこう肉肉しちいかゆえに、スッて歯が通らへん、通りにくいのかなとか思ったりしたけど、マジでそんなのもうスッて入る。やけどやっぱこの厚みがあるから肉肉しさを感じれるから、やばい。ハラミ好きとしてはもうたまらん。これ超いいわ。本当に大盤振る舞いで、ここの食べ放題はだからもうすごいんやった。さこれがね、ガーッと人で出るらしいからさ、で もしあのお肉以外のやつだったら言ったら注文できるらしいから、まあ、ちょっとお肉以外まで言ってないからね、ちょっと他のやつも注文していこうと思います。めっちゃうまいわ。ちょっとあのもうハツと小腸もやりていこう。ハツも大きいこと。これちょっとどっちがどっちか分からなくなっちゃう可能性があったら、一旦小腸から。はい、あ、まあ、そう、ちょっと箸休め的なので、あの白菜切りちっちゃい持ちました。あ、焼けすぎないように気をつけて。はい、じゃあちょっと一旦待ちます。いや、めちゃくちゃカウンターにもこうお酒が並んでて、周りも全部飲み放題のやって、白州から響きから松井っていうのもあれば、他のウイスキー以外にもこうやっていっぱいありますっていう感じです。じゃあ次小腸を食べます。で、このプルプルなこの照り、いただきます。これもまた、これまたうまそうな。はーい。あ、うまっ。あ、うまっ。油甘すぎ、やばい。マジでそういう感想になると思う、食べた瞬間に。あと大きいからさ、口の中にその出る油の量がやばい。もうふわってなって、これやばい。ちょっと今初も行こうな。ちょっと流れで初もまた大きいね、これ。あー、食べ応えがしっかりあるな、これ。でもやっぱり柔らかいわ。純粋に肉の旨みをダイレクトに感じてるって感じ。日本語おかしかったけど、やばない。てかこっからまだ一通り来て、さらにそっから時間、まあ2時間制なんやけど、こっから食べれるんよ、追加で。バチバチテンションがちょっと、お酒もな、せっかくやからいろいろ飲まんとね、ちょっと楽しんでいこう。てかシリンかっこいいね。いや、なんかここだけが熱いらしいから、ここ持っても熱くないんやって。だからもし焼いてる時とかにちょっとこう揺れちゃうってなるんであれば、この端っここうやって持ってやるとまあいいかも。よし、ちょっとまあまあ焼いていこう。ちょっと次大腸行ってみようか。どうなんやろ、ちょっとちゃうのかな。あれはやっぱ見た目はうまそうやな。
あ、なんか全然違う。個人的に感じたあれがちょっと違うかもしれんけど、個人的には大腸のなんかさっぱりしてた。なんか小腸の方がなんかその甘いって感じだったけど、こっちはどっちかっていうとなんか甘みというか旨み、うん、なんかさっぱりしてる感じだったね。まあでもこんなちゃうんやね。いや、ほんでね、食べてたら第2陣来ましたよ。こちらミノサンドで、これハラミの筋リードボと呼ばれる胸腺の部分に当たるボンなんて、結構レアなやつらしい。これギアラで、でこっちコリコリ。いや、他のは聞いたことあるけどさ、リードボって何と思って最初とか説明された時に全然聞き取れんかってさ。やけどまあ調べたらそう、ちゃんとその胸腺の部位、まあそういうところにあるやつやでっていうのが書いてあって、まあやってなんか珍しいね。これ食べていきましょう。よし、じゃあ入れていこうかな。まずこのミノサンド。ミノサンドってなんかあんま気球になれへんけど、とじゃあハラミの筋いこうか。ハラミの筋も大きいな。てかマジで一個一個大きいよこれ。よし、じゃあ一旦待ちます。で、いい感じになってきた。うまそう。なんかさ、ミノサンドなんかすごい開くんやな。これやっぱ調べたらミノとミノの間にあるやつらしくって、こいつもあのリードボーンと一緒で結構希少部位なんやってさ、1頭の中からでもほんまにさ、わずかしか取れへん、ほんま希少部位なんやって。よし、ちょっと食べてみようか。いや、初ミノサンド。どんな感じなんやろ。いただきます。あ、これあ、これすごい、めっちゃ面白い。ミノサンド、だからミノとミノの間に挟まれてるからなんやろうけど、外はね、コリコリしてんの。だけど、中はやっぱ脂身が強いから、コリッコリっていって、中、トロンってとろける感じ。ほんまに、あのサンドイッチしましたみたいな感じやわ。なんかすごく不思議な感じ。美味しい。すごいな。なんか食べ放題だし、こんな希少部位も食べれるんやったら、なんかさらにコスパいいよね。しかも全部大きいし、美味しいし。もうさ、食べる感動が、おおってなったせいで、酒全然飲んでなくかって忘れた、これ。いや、ほんでさっきさ、まあ見てたらあの松井っていうなんかジャパニーズウイスキーもあったからさ、なんか俺それ聞いたことなくて、知ってんのかなみんな。それもこれ飲み終わったら頼んでみます。あ、やっぱ肉と酒って最高、正義。じゃあちょっとちょっとハラミ筋いきます。この大きさマジで、なんこれ、食べ応えすごいわ。最初のハラミよりもすごい肉肉しさ感じた、個人的に。まあやっぱハラミ筋やからさ、やっぱその筋の部分やから、やっぱその普通のハラミ比べれば硬くなるっていうのがあるんやろうけど、なんかそれが故に逆になんかすごいね、食べ応えになる肉肉しいハラミって感じで、めっちゃ美味しい。まあ、どうしよう、全部美味しいしか言ってないんだけど、ちょっとまあこれ開けるわ。松井行ってみます。なんか松井頼もうとしたら3種類あるんやって、それぞれ全然違うらしくて、まあ一番右がまあ普通のシングルのやつなんやけど、真ん中のやつはね、水なら、なんかね、水ならだるっていうのにつけてるのと、あとこっちが桜だるにつけてるんやって。難しくてわからんから、もうお兄さんに任せる。ここはちょっとお兄さんはこの中で一番これ水ならのやつが好きってことらしいんで、これにします。ということで、あの松井にしました。なんかね、これ鳥取のウイスキーなんやって、これね、水ならだる。もしあの3種類全部飲み比べられたら、最初に桜行って、で水なら行って、ほんでもう1個のやつに行くといいんじゃないですかと言ったら、あ、うまい。こういうこの多分樽のあれなのかな、癖なのかな、終わるけど、すごい美味しい。なんかね、全然まずくどくないわ。でもこれより多分さっぱりしてるのが多分桜の方なんやと思うけど、まあめちゃくちゃすっきりしすぎてるわけじゃないけど、程よい香り、ちょうどいい感じ、美味しいわ。さあ、ちょっと他のやつも入れていこう。ポリポリとギアラ行ってみる。体験できる。800円で体験サービス。OK、このシーマと。ええ、ガチラできたわ。ギアラ行こう。いただきます。すごいね、弾力もすごい。ギアラって胃袋らしいんやけど、こんな弾力すんやな。てか、これ松井マジでうまい。すごいこうすっきりではあるんやけど、ちょっとこうあの樽の独特の香りとかが楽しみたい人は、もし松井見つけたらね、ぜひ飲んでみてほしい。これめちゃくちゃ美味しい。コリコリもいこうか。いや、でもすごいけど、全然まず違う弾力。ほんでさ、さっきさ、まあ、箸休めにキムチ頼んだけど、ここのキムチめっちゃ美味しい。箸休めに、まあ、もともとキムチって別になるし美味しいけど、普通めちゃくちゃ美味しい。でも結構ね、量もあるし。
1日ぐらい集中だったけど、逆にさ、足かけるのが難しいじゃないですか。このキムチで宅飲みしたいもんで、まあ、ほんで、まあ、ちょっと食べ方は追加で来たからこれ紹介しちゃうわ。もう手前が鶏もも でこっちは鶏つくね。ちょっとバッと焼いていこうかな。あ、でもやっぱね、希少部位のいい動画すごいね、すごい透明感ないよ。よし、焼けるの待ちましょう。ちょっと談笑してたら普通にパッて焼けてしまったからちょっと避難させないけども、まあいい感じに全部仕上がったんで、ちょっとこれも取って食べていこうと思います。こっち一番ちょっと気になるリードボーイ、これパッと見やっぱでもなんかこんな胸肉とかね、ああいうのに近いようなビジュアルやね。いただきます。あ、すごい、リードは鶏ではないんやけど、そのちょっと鶏みたいな食感があったんやけど、後半なんか白子みたいなクリーミーさがあって、最初確かに歯ごこう歯切れがこうくって引っかかるようなやつだけど、こう中がなんかすっごいクリーミーやった。なんかめっちゃ不思議な感じだった。これなんかね、多分ね、もう言葉ではこうしか言えへんと思う。まあ伝わらんからちょっとこれも食べに来てほしいんやけど、めっちゃ美味しかった。なんか不思議やわ。まあちょっと次つくね行こうか。山口じゃない、じゃあもうないやん。ちょっとじゃあ分かるぞ。で、まあそこにヒリックとかもあるけども、例えばもしハイボールが良かったらこのラフロイグとかもあるし、トロカクハイボールってなんだけど、最初何やろうと思ったら、普通のカクを凍らしてるんやって。でその凍らすとちょっとこうトロトロするらしくって、だからまあ超分かりやすくてもバチバチキンキンに冷えたカクハイボールと思ってもらったら OK。 じゃあ次ラフロイグに行くわ。でも次はね、ラフロイグのハイボールにしました。で、最後のね、鶏もも、でかいね、プリプリ。お前柔らかい。でもラフロイグってこの特有の匂いがあったね。久しぶりに飲んだわ。こいつはな、多分ね、ちょっと人は選ぶやろうからね。特有のに香りとかがあるのが苦手な人やったらあるかもしれないけど、まあ俺は結構さ、NG ないから好きやけど。いや、てかマジです。焼肉の撮影難しいのがさ、焼肉やりながらやるからさ、本来やったらもっと今の曲が触れてるはずやのに、すっごい時間かかっちゃう。俺普通にプライベートでもう一回リベンジしたいわ。ちょっとまあ、焼いていこう。次来たのがこちら。豚タン、豚ロース、豚バラ、でこれガツシ。豚バラと豚ロースに関してはこのなんか下田さん家の地豚ロースらしい。だからまあ自家製とかまあ仕入れてるんやろね、この下田さんから。で、まあ、ちょっと野菜も少し食べたいなっていうので、ベビーコーン注文した。じゃあまあこの辺焼いていこうか。ガツシとバラとロースと豚タン。よし、じゃあどうしよう。とりあえずいい感じに焼けてきた。じゃあちょっと豚バラから行こうかな。そうだね、なんでその IT 系の会社両方受けたんだろうって不思議なんだけど。うまい、あ、うまい。でもあれなんで、エンジニアなんだって。エンジニアなんだ IT の方。これだったら行かなくてよくねえの。まあ行った方がね。じゃあ次ちょっとガツシン行ってみる。歯ごたえやば。お肉が美味しいのはもちろんないけど、こいつがパッと見はかなり見えると思うけど、ま、全然そこまで辛くなくて、こいつがまた癒し出してるわ。僕はおかわりするわ。まあ響きかな。次はね、響きにした。ちょっと肉続きやからちょっとベビーコーン行くわ。アリバイ作るね。ああ、そういうことか。あれじゃあ多分あれやん、バレた。自分がさっきめちゃくちゃうまいうまいって言ってたのは分かるわ。この肉続きからのベビーコーンやばいな、甘っ。そういうアリバイ作ったらお前は飲まない。あー、響きもうまい。最後ね、一通りのうちの最後のお肉の盛り合わせが来ました。こちら、まあ、今まで出てきた、いろんなお肉を、タレで和えてる、ミックスの盛り合わせ で一応このお肉に関してはこれで、一通りなのよ。でこっからは、もし食べたいのあれば時間内で追加で注文できるよって感じないけど、ぶ、ね、っちゃけ、いや最初俺ここ来るとき放題やし、しかもめっちゃ美味しいし、めっちゃいいお肉とかあるっていろいろ言ってたから、めちゃくちゃ食ったろうと思ってたけど、一通り出てきた
たやつ食べたらめっちゃ腹膨れる。まあ、一応ちょっと時間余力あるけど、おかわり肉するってなっても多分やってドピンポイントやなっていうぐらいやから。まあその締めとかがあるから、まあまあ締めとか注文するにいいと思うけど、お肉ね、もうこの人といてきたら多分相当腹膨れるわっていうことで、まあ本当盛り合わせっていう言われたから、もうな何がないかあんま分かってないんだけど俺も。まあなんかこの辺焼いてって、まあおかわりきついかな、まあ、ちょっと締めかなんか食べて終わるんじゃないですかね。じゃあもう焼いていこうと思います。もうね、また結構あるけど、もうだいぶ鼻が膨れました。まあ食べるか。ああ、いっぱいあるからね。ちょっとこれでいきますよ。いいじゃん。これ水族館すげえ好きだからさ。あれはあれ、うまい。濃厚。めっちゃうまい。やっぱね、まあ、世の辛みやけど、タレあるとないでやっぱ変わるね。やっぱタレ濃厚やけど、やっぱ濃すぎんから、まあ、くどくなくて、濃いけど、後半終わりの方に食べても、全然こうスルッと入っていくような味付けでした。超美味しい。まあ、あとはもうね、いろいろやっぱ残ってるけど、まあ、ちょっと焼いても、ゆっくりゆっくり食べていこうと思います。ちょっと待って、ラストね、まあもうお腹いっぱいやったけども、ちょっとね、最初食べたやっぱ小腸が結構俺の中では感動やって、小腸だけ追加注文しちゃった。あと、締めで、スペ生ご飯というのを頼んだけど、もう味がついてるらしくって、まあもう混ぜてて、まあ卵かけご飯かんのようだ。もうこれで締めやな。だいぶお腹膨れたわ。食べていこうと思います。まあパッと見はね、普通の卵かけご飯ですけど、まあまあちょっと混ぜるわ。いい感じやな。うまそう。よし、じゃあ最後かき込もう。モニター的に別の注文だと、うまっ。同じなのこれ。ごま油かな。普通に醤油ってわけじゃなくて、多分ねごま油やと思う。最初確かにこうふんわりしてて、卵も濃厚で、その口の中にこうふって入ってくるんだけど、やっぱね飲み込んだ瞬間にごま油の香りがするから、すごいでも美味しい。韓国海苔とかをかけてもいいかも。あとまあ要はお肉がまあ要はおかわりできるから、その時に注文しておいたやつをこれに乗っけて、まあ自分で卵かけご飯アレンジするのも結構いいんじゃないかなと思います。だからもうね、最後残りこんだけになったから、これ食べて飲んで終わると思います。この卵かけご飯は、ね、普通にこの最初についてきたこの あの赤の薬味とか、なんかいろんなねアレンジができると思う。だからぜひアレンジして楽しんでもらっていいんじゃないかと思います。お腹いっぱいおかけしていただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで食べてきました。腹がやばい。なんか食べ飲み放題やからめっちゃ食べようと思ったけどマジで無理やった。一通りの量がめっちゃ多かったね。いやでも超美味しかった。でしかもあんだけいろんな、まあ、今回ちょっと俺はウイスキーしか飲んでないけど、まあ、他にもいろんなお酒があって、でしかもウイスキーって言ってもウイスキーもまあ各だけじゃなくてさ、まあ、響きだったり拍手とか、まあ、他にも松井っていうのもあったりだとか、あんだけ種類がいろいろあって、あんだけお肉食べれて、でしかもまあ実際一応おかわりも自由で5000円ピッタ、しかも税込みで5000円ピッタやからね、めちゃくちゃ安かったわ。やっぱねここでも人気なのすごい。だからもし来るんであれば急に来たら多分予約でいっぱいですって言われちゃうと思うから、もう事前に電話とかで確認してもらう方が一番いいんやけども、かなり人気でしたね。美味しかったわ。ただめっちゃお腹が膨れた。なのでここに来るときはぜひお腹を空かして来てください。最初ちょっとこれ緊急事態宣言っていうので初めてやつやから、延長するっていうふうに言ってはるけど、もしかしたらどっかのタイミングで、なくなっちゃうかもしれないんで、まあその時は必ず店舗に確認してみてください。ただまあすごい美味しいお店だったんで、すごいおすすめできる焼肉です。以上、なとかでした。